おはよう。じゃあ今回はせっかく都会に引っ越してきたので、遊びに行こう。で、あ、ちょっと待て。お前勝手に朝飯食うなよ。また動物クラッカー食べようとしてんじゃん。ダメだって。昨日の夜もそれしか食ってないのに。ちょっとさ、料理人志してんだからさ。まあそれは俺が勝手に決めてるだけだけど。料理作ってよ、自分で。じゃあね。ベーコン入りスクランブルエッグを作りなさい。一人分。朝ごはんっぽいでしょ。あ、こいつ動物クラッカー出しやがった。くそ。俺が止めたのが遅かった。置くな、ここに動物クラッカーを。あ、いいけど。頑張れよ、料理。最初だからあんまりうまくないんだろうな。料理スキルを習得しました。うん。こっからだぞ。おいちょ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 、わかるだろ、それはなんとなく。料理がうまい下手とかじゃなくて。はいはい、フライパンに注いで。スクラ、でさ、下手とか焦げつくの早すぎない？何その超過。じゃあ料理がうまいとか下手じゃなくて、もうおっちょこちょいだから、それはただの。それでいいのかよ。ベーコン要素なかったけどね。スクランブルエッグは作ってたけど、お前どこで空気だよ。その独房で飯食うの。お前動物クラッカー片付けとけよ、後で。痛むまでの時間9時間。9時間持つかな。8時間後ぐらいに家帰ってくればまた食べれるな。冷蔵庫にしまうとか。まあまあ、食い終わったらしまってもらおう。うまいか、初めて自分で作った朝ごはんは。下手くそとかのレベルじゃなかったけどね。やっぱ顔は男前だな、キリッとしてると。そんないい香りするか。焦がしてただろ、お前。片付けようね。都会で遊ぶって言っても、どこ行かせようかな、まず。あ、ちゃんとそっちのシンクで洗って、これしまっとけよ。よし。じゃあ今んとこ欲求はある程度満たされてんのかな。トイレ行っとこう。トイレ、出かける前にトイレ行っとこう。なんか犬みてえだな。ほら、もうこんなすがすがしいトイレないでしょ。この世で一番すがすがしいトイレでしょ。いやー、すがすがしいね。夜だったらまた一味違うんだろうな。都会の夜景を見ながらの。よくここに水道管通せたな。水道管っていうかトイレの。よし、じゃあ外に出るにはエレベーター押せばいいのかな。一旦下に降りてみようか。じゃあエレベーターで。まあ、パソコン触ろうとしてんじゃないよ。そのスペースお気に入りだな。まあ娯楽ここしかないからね。仕方のないことだけど、娯楽も増やしていってあげないとな、この家も。よし、エレベーターを使え。どうなるんだ。で、ん、あいつどこ行った。あ、下に降りてる。あ、このマンションに住んでたんだもんな。下に降りて、あ、下こんな感じになってんだ。へえ。あ、食べ物を注文するとかもできるんだ。いや、いいね。相変わらずメンタル強いね。どっか行っちゃったじゃん。毛玉が来たからだろうな、今。どっか行っちゃったの。ちょっとお話しようよ、隣のモヒカンの人と。こいつ誰だって思ってんだろうな。ただこいつもなかなかファンキーな見た目してるから仲良くなれるんじゃないの。あ、どっか行っちゃった。どんどん人が去っていく。あ、何あれ。あ、すごい、ギターやってる。
パフォーマンスを見る。それで取られちゃったのか。毛玉の友達がまだ友達になってないけど、参戦しようぜ。ちっちゃなクモさんを歌う。行け。おお、いい。明らかにギターの音と合ってない。あいつあれじゃん、昨日歓迎パーティーに来たウィルソン大輔という男。すごいな、いろんな人いるんだな、このマンションの下に降りるだけで。あ、歌もう諦めちゃったの？もっとセッションしてほしかったわ。ちょっと隣でやろうぜ。まあ、隣で誰もいなくなっちゃった。誰もいなくなっちゃった。勝手に歌ってたせいなんだろうな。なんで背中合わせなんだよ。こういう人もいるんだな。人寄りつかなくなっちゃったもん。ん？もうギターやめちゃったじゃん。ごめんね、邪魔して。いや、悪いな。これはお詫びの印だわ。お詫びの印だよ。何らかの欲求が満たされたな、今。で、あと、お、そうだそうだ、これ気になるんだよ。この広場にカラオケバーとかいう場所があってさ、行ってみようか。え、誰か誘えんの？大輔、行くぞ。これがね、前にプレイしてたマップにはなかった施設だね。まあ、カラオケバーって言っても、バーにカラオケのあのマシンが設置してあるだけなのかな。カラオケマシンはすでに体感済みだからな。よう、完全にゲイカップルだな。こいつでよかったかな、連れてくんの。お、楽しそう。すげえ。勝手にデュエットできないかな。こんな場所で歌うのめっちゃ気持ちよさそうじゃん。客いねえけどね。あれ、知ってる人がいる。このダセー T シャツはすげえ眠そうな面してんな。へえ、え、何これ、トイレ、トイレになんかよくわからないマシーンついてる。コントロールパネル、え、ホログラムディスプレイ、そんなんできんの。使い方よくわからないけど。何してんだこの人一人で。おー、来ちゃったよ。微妙な距離感取るね。知り合いなんだから隣行ってもいいでしょ。なんか一人で飲んでるこの人。毛玉、何一人で楽しんでんだよ。大輔、あ、開いたよ、カラオケのマシーン。デュエット歌おう。あ、畜生、取られちまうよ。いや、お前も隣の住人じゃん。うまっ。お前の家にもカラオケのマシーンあるだろ。家でやれ。まあ、やっぱここの方が気持ちいいのかな。ちょっとこいつどかせねえかな。よし、来たぞ、来た来た、歌え。なんか毎回歌わせてんな、この動画。大丈夫かな。相変わらずリズム感がないな。お、やめた。ワンフレーズでやめた。
大輔君も案の定下手だったしね。帰っちゃったのかな。あ、時間だから帰るって感じ。いなくなっちゃった。すごい。うわ、デモ活動みたいなんしてる。へえ、こんなのもあるんだ。デモに参加する。参加しちゃっていいの。やりたい放題だな。カラオケワンフレーズでやめたり、バーで酒飲んだり。おー、プラカード持った。狭い規模でやってんな。これ誰に向けての抗議なんだよ、この広場で。何を主張してる団体なの。石川健吾、嘘だろ。この人日本人なの。石川健吾。マジか。こんな日本的な名前ついてて、こんなターバン巻いてて、でアメリカで抗議活動をしている。何なんだろうな。てかこいつ何に自信持ってんだ。自信があるって、それが大事。誰でも意見を聞いてもらうのが大好き。誰も聞いてないぞこのデモ活動は。あと、あ、なるほどね。上手な歌い手を見るのはいつだって楽しい経験です。隣の家のあいつが上手かったからかな、歌。あー、なるほど。誰かこっちのギターも聴いてやれよ。これ隣のカラオケの家に来てた人だな。なんか自由で楽しいなあ。あー、なるほど。自分の住んでるマンション降りたらこういう広場があるのか。楽しいね。ちょっと違う場所も行ってみようかな。行ってみたい場所、このアートセンターっていうのも謎の場所だな。ここって人住んでない。この勝ち組の家ウィルソン住んでんの。大輔くん、あいつ勝ち組だったのかよ。ゲーム開始時点では誰も住んでなかったはずなんだけどね。ちょっと訪ねてみようぜ。あいつここに引っ越してきたんだ。じゃあミコと一緒に行こう。マジで家上がらせてくれるかな。面識あるし。はあ。あ、でも1号室ってことはこれあれか、一応フロアごとに別の住人が住んでいるっていう設定にはなってるんだ。ああ、なるほどね。よし、じゃあブザーを鳴らされる。鳴らすのは俺でしょ。あの鐘を鳴らすのは俺でしょ。あれ、どうぞお入りください。ちょっと待って、今どこ行った。あ、いた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 。ここにいるのにもうどうぞお入りくださいって言われたの。上に上がる。行ってみようぜ。あれ、ってかミコと一緒に来た気がするんだけど、どこ行ったのあの人。おお、上上がってきたわ。ええ、ちょっと待って。バスケットコートあるんだけど家の中に。嘘だろこれ。うわ、すげえ。家の中にバスケットコートもあるし、もうなんか家の中に庭園あるし。この機械何？グリル。うわ。家の中でバーベキューできるんだ。家の中っていうかこれテラスなのか、こっちの空間は。ちょっと壁表示してみて。なるほどね。こういう感じなんだ、引きで見ると。うわ、プールもあるよ。いやー、ここに住むこと目標にしてたんだけどな、最終的にね。ゲーム開始時にも言ったけど、知ってるやつが先に住んでるとはね。バスケットコートで遊べないかな。シュート練習。
バスケの練習しようぜ。お、着替えたよ。グラサンつけて本気だよ。行け。イブコーイ。桜木花道のフリースローか。スキンボブヌーザー。お、角度変えて練習してる。さっきの角度で入ってないのに。桜木花道のフリースローか。だからなんでそっちの角度からしか練習しないんだよ。ちょっとずつ変えてるけど一個も入ってない。下手。アメリカ人なのに下手。アメリカ人なのには偏見だけど。でも楽しそうだな。フォーって言ってるもん。なんで一球も入ってないのにこんな楽しそうにできるんだろう。才能だな。あいつもメンタル強えな。早速パソコン勝手に触り出した。あ、いたいたいた、大輔くん。ここに一人暮らししてんの。ちょっと、ここにシンクと鏡二つある意味ある。まあ、本来は一人暮らし物件じゃないんだろうな。当たり前だけど、一人で暮らす部屋じゃないよ、これ。あ、てか、これプールなんだ。これ深いプールなんだ。はぁ。まだシュートやってる。ちょっと他にも遊べるとこないかな。もうそれぞれが勝手に遊んでしまってる。肯定的なメモを残す。あ、これコルクボードなのか。ちょっと上の階とか行ってみようぜ。うわ、すげえ。下の階にもベッドあったじゃん。ベッドもパソコンも下の階にあったじゃん。おしゃれすぎるだろ。ピアノなんかあるよ。さらに上の階もあったもんね。あ、上の階はこれ、ただの屋根か。とんでもないな。お前いつまでやってんだよ、シュート練習。もうやめろ。やめだ。一球も入ってなかったんだろうな、目離してる間も。目離してる間ですら。毛玉にはもったいねえな。ドレミファソラシド一本ずつ打ってるだけだからね。なんだよ、このトイレについてる目か。なんなの、会話するって何？トイレと？トイレと会話すんの？うわ、本当におしゃべりしてる。え、なんかトイレの有効度。え、会話してる。おい、有効度ある、おしゃべりジョン。マジか。トイレと仲良くなれるんだ。すごい光景目の当たりにしてんな。ちょっとそんなことより普通に用足して。え、ちょっと待って、今塩アンドマッサージってのあったの。うわー、意味がわからねえ。あ、マッサージ？何をマッサージしてんだよ。何、ウォシュレットのなんか揺らぎがすごいの？おい、この家快適だな。この家どうにかして乗っ取りてえな。で、あれ、ミコどこ行った？帰っちゃった？パソコン大輔くんが使ってるけど。へえ、ちょっと腹も減ったからさ、勝手に、お、夕食振る舞おうぜ。
グリルドチーズ。その格好のままやるんだ、料理。料理の腕見せてやってくれよ。あ、でも今回はこの間ほどひどくないな。焦がしてないし、胡椒落とさないし、できてんじゃん。おいおい、早速物にしちまったか、料理のスキルを。お、料理スキル上がったぜ。うまいうまい、人んちの食材勝手に使って食う飯はうまい。なんかバスケの勝負するみたいなんできないのかな。チャレンジ、フープ勝負を挑む。あ、いいじゃん。なんでこの家にいないやつらが候補に上がってんの、呼び出すの。大輔、勝負しようぜ。俺は勝負となったら手を抜けねえ男だよ。サムービー、イエブコー。はい。おお、入った。奇跡じゃん。さっきあんなに練習して入らなかったのに。え、うわっ。おお、マジかこいつ。かっこいい。かっこいいんだけど。どうでもいいけど、パンツがお揃いだな。ゲイカップルじゃん、やっぱり。もう、あー、外しちまった。もう明らかに実力差が。もう全然違う、腕が。俺、かっこいいもん。あ、でも外したぞ。熟練者でも外すときはあるんだな。楽しそうなのがいいな、下手でも。お、フリースローラインまで下がった。かっこいい。決めた。あ、うん、なんかぬるっと勝負終わったね。さっきので決着ついたんだ。しばらく続くのかなって思ってたけど、ちょっと待って、もうお前何しようとしてる？トイレとおしゃべりに行こうとしてんじゃん。気に入っちゃってんじゃん。マジかよこいつ。よし、じゃあ寝ちゃいますか、今夜はここで。すぐ眠りについた。伸びたかよ。もう自分の家帰らなくていいんじゃねえかな。人んちに勝手に遊びに来てこんなに贅沢な思いができるんだったら、ひょっとして金持ちの友達にたかっていけば、自分の家なんかなくても暮らしていけるんじゃないかな。おお、エレベーター一緒だったのか。さて、一晩ぐっすり眠って帰ってきましたけど、うわ、自分の家しょぼく見えるな。こんな狭い空間でパソコン触らなきゃいけないなんて。まあこれはこれで落ち着くんだけどね、多分。いや、でもちょっとああいう勝ち組の家に住むっていうモチベーションになったかもしんないね。いずれ毛玉もああいう場所に住めるように、次回は仕事に就かせようかな。そろそろお仕事始めないと家賃払えなくなっちゃうからね。さっきの家よりは全然しょぼいけど、ここにも家賃はあるので。つうわけで、次回は働いてもらおう。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。